ベンチ伸びにくいっていう人多いですよね今、はい、パーソナルできても結構ベンチ伸びないっていう人多いですけど、はい、僕の感覚だと伸びないって言ってる人は、はい、それじゃ伸びないよねっていう方法になってます。お、はいはい、まずよくあるのが、はい、まあいつも言ってますけど、はい、そもそも思いっきり押してない。おえ、なんでそんなに聞かせながらゆっくり押してるのっていう。要は重さ伸ばしたいんだったら、はい、爆発的に投げないとダメですよ、はい、なんでそもそもこっからの切り返しがもう遅い。お、いやもっと早く上げれるでしょって言うと上げれるんですよ、はい、だからまずそもそもその意識が弱い、はい、なんでやっぱり重量伸ばす時っていうのは爆発的に上げる、はい、で戻す時は僕がよく言ってるんですけど、まあ、はい、ある程度重さを乗せて、はい、スクワットだったらゴーンじゃなくて、はい、1、2の3、はい、1、2の要はこの3 の, この立ち上がる時ですね、はい、で爆発的に出す。ベンチだったら、はい、胸に当たったら爆発的に出す。あとだからフォーム的に、足が全然使えてないとやっぱり全身で押せないんで、はい、まあ、そこも重量伸びにくいですよね、はいはいはい、それからあとは胸に当ててない、胸のギリギリで切り返そうとしてるんで、はい、やっぱりお馬さんのある程度使いたいんだったらある程度こう胸に当てて息を押すっていうこの切り返しのタイミングですよね、はい、を出したりですね、はい、あとは肘伸ばしてないところですね。おお、はい、これまあ伸ばす伸ばさないというのはいろいろあると思うんですよね、はい、伸ばすことで胸から抜けちゃうからあえて伸ばさないというのも別に間違いじゃないし、はい、伸ばすと三頭筋に入るイメージがあるから伸ばさないというのもありなんですけど、はい、重量をベンチプレスで伸ばしたいなら、はい、一回一回しっかり伸ばしてもいいですね。で息吸ってでバーンと吸う、はい、でまた息吸って、はい、要は休むところを作りたいですね。まあ、休むというかこう一回こうリセットする、はい、スクワットだと要は立ち上がって一回呼吸を取れるじゃん、はいね、はい、スクワットを例えばやるときに重量使いたいスクワットなのに、はい、ここで止まんないですよね。やらないでしょ。一回休むじゃん、はい、これ一緒ですよ。ベンチプレスだってそうですよね。肘伸ばして一、はい、回一回一回区切った方が、はい、次の、力の出しは出しやすいですね、うん、まあ、そういうところであのベンチプレスなんかは重量が伸びないんだったらまずその辺があのちゃんとできてますかっていうところはあの確認したいところですね、はい、パーソナルやってて、ベンチプレス伸びないという方はそういう方が非常に多い、はい、でその辺のアドバイスを変える と,、あれめちゃめちゃいつもより回数できますと か, あだかその辺はまだねあの本当にトレーニング始めて間もない方なんかは一、はい、回ちょっとこう見直してもらうと、はい、また重量伸びるかなと思いますね、はいはい、まあ、あとは他の部分もそうですけどちゃんとその重さに対しての回数の目標、はい、を作った状態でやってるかと、はいはい、いうところも大事ですね、はい、これマックスの重量やるときにあの1回上げとかは論外だと思いますけど何回ぐらいで設定っていうのは一番こうの伸ばしていくのを目標にやる場合いいですか。まあ、まずは8回から10回ぐらいでしょうね。あ、はい、でそれでちゃんと要はいきなり3回しかできない重さってフォームも崩れやすいじゃないですか、はいはい、なんで結構まあいやしっかりベンチでフォームが安定してからの方がいいと思う。3から5とかは、はい、だから8から10ぐらいだったらいきなりスタートからフォーム崩れることはないと思うんで、はい、まあ、まずはその辺の8から10回ぐらいできる重さをどんどん伸ばす、はい、でそれができるようになったら今度5回とか5、6回とか、はい、あともっと少ないだったら3回とか、はい、この辺を伸ばしたり、はい、っていうのがいいかと思います、はい、早く押すイメージがあるのかそれからちゃんと全身足の力も使いつつできているのか、はい、あとは、ちゃんとメリハリつけてできているかですね、はい、休むとこを作って、はい、次のレップ、はい、次のレップっていうのが、はい、やっぱりパワーを出すには一番向いていると思うので、はい、だから効かせるフォームとパワーを出すフォームをちゃんとある程度こう自分の中で分けてやるっていうのが、うん、はい、まずはいい、ね、重量が伸びないんだったらね、はいはい、そこが大事かなと思いますね、はい、まあ、でもあれですよね一生伸び続けるわけではない、まあ、そこはねそうですねあの一生伸びるわけではないので、まあ、例えばベンチプレスが伸びなくなったら、はい、ダンベルプレスやってみるとか、はい、マシンプレスやってみるとか、はい、そうやって、まあ、別に同じ重量でやることで筋発達が絶対止まるわけではないですけどね、はい、僕はいつも言っているように
80キロが10回でずっとやってても、はい、その80キロ10回をめちゃめちゃ効かせれるようになっていけば、はいはい、別にそれも筋発達につながる、はい、ただまずは重量を伸ばしたいなと思います、はい。